ああ、暇じゃね。それな。旅行行きたくね。わかる。旅行行くならやっぱ大阪。大阪。はあ？ルート、お前なんて言った？東京です。全然旅行ちゃうよ。いつもの休日だよそんなの。旅行の意味わかってんのか？ルーちゃん、俺は遠出したいよ。だって。遠くに行っても疲れるだけですよ。休日だからこそお家でゆっくりするのもありだと思います。やった！お前さっきどんな気持ちで俺たちに同意してたんだよ。待ってください、僕よりコロニーの方がひどいです。コロちゃんはどこに行きたいの？バナナ。あ、もういいや。あれ、いや俺は絶対大阪がええと思うわ。ああ、お前なぜか一人だけ兄弟で関西弁だもん。じゃあやめて。大阪行きたいですよね、地元ですし。あのやめて。みんなリアルなジェル君の出身地の話をしちゃダメ。俺たちは今兄弟の設定なんだよ。兄ちゃん、あのそれが一番辛いわ。大阪やんな。やんな。適当やめろ。もう北海道行くっしょ。マグロ食べるっしょ。さとちゃん、北海道はもっと他にも。マグロ食べるっしょ。海鮮丼とか。マグロ食べるっしょ。スープカレーとか。マグロ。バナナ。マグロだって。バナナ。うるさい。あれ、待つんださとちゃん。福岡もいいよ、ラーメンも美味しいし、さとちゃんの好きな明太子もある。お兄ちゃんを買収しようとすんの。ゼルダー、明太子あんの？丸々食べれるよ。丸々食べれるの？いっぱい食べれるよ。わあ、明太子。里に揺らいじゃダメです。明太子なら俺が買ってきてあげるから。みんなで食べる明太子の方が美味しいよ、里ちゃん。くー、俺は揺らがない。北海道でマグロだ。くそー、やったー。結局場所バラバラなんやけど、それはいいんや。じゃあやっぱりさ、愛知行こうよ。うん、あれ全然響いてない。手羽先食べたいからな。うん、それ愛知の名物。僕はひつまぶし食べたいです。だからね、それ愛知の名物。俺は味噌カツ食いて。うん、それも愛知だね。天むす食べたい。それこそ愛知だね。バナナ。それは違う。あれ、うん、行きたいところバラバラですね。これはもういつものあれをするしかないな。僕たちと言ったらこれだからね。任せて、もう作ってある。え、なんでなん。よし、じゃあ行くよ。みんな行きたい場所書いてね。うわ、せーの。え？こうして俺たちは謎の旅館に行くことになりました。うん、続く？